久保です。天気も悪い日が続くと気分が乗らない人もいるのではないでしょうか。さてさて、今日のテーマですが、そんな気分も吹っ飛ばす内容です。永久保存版スワップラムから学ぶ詐欺の見抜き方公開をお届けします。あなたの資産を守る大事な話です。飛ばさずに最後まで見てください。ありよりのありという方はグッドボタンを押してお知らせください。このチャンネルや僕のディスコードコミュニティでは、過去に原資5万円が何十万円何百万円にもなった情報をシェアしてきました。最新情報を逃すことがないように、チャンネル登録と高評価、ベルマークの通知ボタン、概要欄の SNS 登録までしておいてください。さて本題に入ります。以前注意喚起をしていたアービトラムチェーン上のデックススワップラムですが、約4億円のラグプル、出口詐欺、つまり持ち逃げをしました。ツイッターやテレグラムなどは消されています。僕の動画で注意喚起をしていたので、視聴者やディスコメンバーにはほぼ被害はないと思いますが、 LP 提供をしていた人は残念ながら戻ってきません。勉強代と思ってください。 ARB のクレームをしただけなら問題ないですが、リボークを推奨します。今回のスキャムですが、マリオで言ったらノコノコ、ドラクエで言ったらドラキーレベルです。ポンジに似た初歩的な手法なので覚えておきましょう。それでは永久保存版のポンジ DeFi の見分け方をお伝えします。今から挙げる4つのポイント、必ず覚えておきましょう。1、持続不可能な高 APR。 まず APR の数字によってリスク度合いが違います。 APR5%、 カーブやアーベなど超大手で許容できる数字です。 APR20 から 50%、流動性提供者が少ないタイミングやユニスワップ V3 などの集中流動性とかならあり得る数字です。 APR100%、 デジェン系はこのくらいが出ます。どうしたら事故るかを意識すべきです。 APR1000%、 どうやってこの APR が出ているのかよく考える必要があります。コミュニティに聞いても誰も分かっていないとかよくあります。 APR5000%、 いつ死んでもおかしくない、1週間持てば原資回収と思って入ると翌朝虚無になっている、魔界ではよくあります。そして APR 増額キャンペーンは飛ぶ前の最後の集客の可能性があります。そして支払いが渋くなってきたら予算が尽きかけている可能性が高いです。スワップラムの場合、最初はウォレットをつなげば誰でも 0.5 ドル程度の ARB をゲットできたのです。しかし終盤は1000ドル流動性提供しないともらえなくなり、その代わり40ドル分という報酬で釣っていました。その後すぐ飛びました。2番目、出どころ不明の独自トークン以外のリワードを出している。まず大前提の話から、独自トークンの発行コストはタダです。その独自トークンに価値がついていれば高い APR になります。ただ発行されていけば供給量が増えるので、何か施策をしないと価格維持が難しくなります。運営は独自トークンを配っても懐は痛くありません。それに対して流動性提供するとイーサとかステーブルがもらえることがあります。まっとうなこの利益の源泉は取引手数料です。ただ取引手数料のシェアでは大した APR になりません。イーサ USDC の流動性提供をしていればイーサと USDC が報酬としてもらえるのですが、ユーザーが払うスワップ手数料が 0.3% とかで、そのうち流動性提供者の取り分は 30% とかですから 0.09% とかが報酬となります。かなり薄いわけです。独自トークンではないトークン、イーサやステーブルコインで高い APR が出ているのは出どころが不明なわけです。もしかしたら詐欺運営が経費として割り切って配っている可能性があります。今回のスワップラムは ARB を餌に集客していました。その ARB はどこから出ているのか。APR が高ければ高いほど詐欺師の客寄せの餌である可能性も高いというわけです。毎日 ARB がもらえるその原資は、多少未然に切っても後で流動性提供者から奪っちゃうからええわという算段です。三つ目、リファーラル。リファの仕組み自体が悪いわけではないです。まともなプロジェクトでもリファを取り入れています。ただ精査できないししないそうに、リファラーが目先の利益だけで拡散させ、被害が、詐欺師にとっては利益が大きくなりやすいです。数年前にハイプと呼ばれるネットワークビジネスを絡めた仮想通貨詐欺が流行ったのですが、その初期拡散者はこれはいずれ飛ぶけど今なら儲かるからやろうと勧めたりしていました。
そうやって勧められた人は、あ、飛ぶんだ、いいとこで抜けとかないかんなと警戒してるんで、被害なかったり利益を持ち帰れたりするんですが、その被紹介者やまたその先くらいになると、そんなことも分かっていない層が多いので、本当に良いものだと勘違いして全力で勧めちゃったりして、後でえらいことになった人がたくさん生まれました。4つ目、運営のコントラクトが黒い。例えば運営と思われるウォレットがトルネードキャッシュを使っているなどです。これはほぼアウトでしょ。トルネードキャッシュはプライバシーを守るためのものですが、詐欺師が資金洗浄するときに使われており、規制当局から問題されています。ケツの論。あの人が言っていたから脳死因ということはせずに、以上の4つを踏まえて必ず精査しましょう。サイト、ドキュメント、ツイッター、ディスコード、ミディアム、テレグラム、運営ウォレット、コントラクトクリエイターの確認もするべきでしょう。ということで、今日は以前注意喚起していたアービタルムチェーン上の DEX スワップラムが約4億円のラグプル、出口詐欺、つまり持ち逃げをしました。そこで永久保存版のポンジディファイの見分け方4つのポイントをお伝えしました。これからも稼げるだけではなく防御力を高める発信もしていきます。グレートだぜという方はグッドボタンを押してお知らせください。このチャンネルや僕のディスコードコミュニティでは、過去に原資5万円が何十万円何百万円にもなった情報をシェアしてきました。最新情報を逃すことがないように、チャンネル登録と高評価、ベルマークの通知ボタン、概要欄の SNS 登録までしておいてください。人間バイオリズムがあり、気分が乗らなかったりはかどらない時もあるでしょう。そんな時は60点、つまり9大点を目指しましょう。最低限のことはやる、とにかくそれは死守する。すると調子よくバリバリやれるターンがやってきて、90点100点とか取れる日が来るでしょう。人生は平均点勝負です。0点を取ってしまう、それが続いてしまうと一気に平均点が下がってしまいます。気分が乗らないときは9大点、それを死守、とにかくこれを意識してみましょう。それでは一緒に頑張って良い未来を作っていきましょう。僕についてくれば安泰です。ディスコのメンバーは完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。